久保さん。今回、時空を超える方法にしましょうか。<laughs> 時空を超える <laughs>。まあ、あのね、あの、僕感じるんですけど、あの、久保さんの話で、その、燃え尽きるっていう話があったと思うんですけど、日々燃え尽きてるとどうなるかっていうと、なんか、輪に転生みたいな言葉があると思うんですよ。人はなんか生まれ変わるみたいな。なんか燃え尽きてる、毎日燃え尽きると、毎日変わ、あの、生まれ変わってるみたいな。 で、しかもなんか時間軸が、なんかね、圧倒的に違うんですよ、他の人と。うん。なんかね、あれまだこれかなみたいな。まあ、振り返ると早いんですけど、ただ、なんだろうな、なんか違いますね。うん。まあこれはまあお客さんのアンケートとか取ったりとか、お客さんの声聞いてると、なんかそのスピード感覚ですよね。 なんかこの億万長者のポンポンのリレーに関してもこの感覚でできる人いないと思うんでなんかね、燃え尽きるとどうなるのかっていうと時空を超えるっていうまあ分かりづらいかもしれないですけどまあどういうことかっていうとまあ分かりやすく言うならば普通じゃ1億円とか稼ぎに行くんであるならば普通にサラリーマンで働いてるんだったらまあ何十年ですよね久保さんは3年ぐらいですかね34年で1億3000万ぐらいですか。 もう多分2、3億いってると思う。もう3、4億いってると思うんですけど。で、この3、4億稼ぐのに、じゃあ30年会社で働き詰めたのかっていうと、そうじゃないですよね。もうこれ圧倒的に他の人と、なんか異次元の世界ですよね。普通だったら30年、40年かかるところを、もう数年で終わらせるって話じゃないですか。普通の人がローンでね、家を買うのに、一括で家を買うっていう、ちょっとあの、未体験ゾーンですよね。<laughs> そう。 だこれがね、やっぱ燃え尽きてると、燃え尽きるぐらいやってると、あそういうふうになれるっていうところですね。だから、なんかね、余力を、なんかね、みんなね、余力残してるんですよね。だから僕、よく車運転するんですけど、結構ね、限界突破するんですよ。で、限界突破して、走りって、走ってもフラフラになって寝るんですけど、車の中で。でも、なんかみんなって余力残すじゃないですか。 だからその、んん結局その、なんだろうな、パワーがあるんだけど、使い切れてないってことですね。うーん。みんなだって、パワーあるはずなんですよ。やれるパワーは。ただそれを使い切ってない。ま、手持ちのカードを使い切ってない。今日使ってないってことですね。手持ちのカードを今日使ってないみたいな感じですかね。もうだから、要は使い切ると、 そっから思考も動くし、じゃあ使い切ってもまだゲームしていかないといけないんで、じゃあどうするみたいな。手持ちのカードなくなったどうする今日なくなったどうする今日のゲームできないやんみたいな。ね。じゃあ、これ手持ちのカード作っていくしかないなとか、手持ちのカード仕入れるしかないなとか、なんか違うアクションになってくるんですよ。どん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 。だけどみんな手持ちのカード使い切ってないから今日もね。 だから、ずっと手持ちのカードも変わらないし、手持ちのカードも増えないし、手持ちのカードを使わないから何も変わらないし、って話で。<laughs> これはや、ね、っ燃え尽きるって日々やっぱやりきるっていうことがやっぱ大事かなと思いますね。はい。いってらっしゃい。